時は戦国時代中期、北条実綱に居城江戸城を奪われた扇ヶ谷上杉智興は、甲斐の武田氏、房総の小弓久保、丸安武田氏、里見氏らと連合し、北条潰しに動き出す。全方位を敵に囲まれ、窮地に陥った北条実綱であったが、父伊勢宗瑞から学んだ教えを思い出し、実行に移した。大永5年、1525年3月、関東管領山内上杉憲房が亡くなり、子が足利家から養子で入っていた上杉憲広が家督を継承したことを実綱は利用した。子が足利職を嫌う山内三家豪族らに対し、嫡流である五郎丸擁立を先導する計り事を仕掛けると見事成功。安中氏、小畑氏、横瀬氏ら、北武蔵や神津家の豪族らが次々に挙兵。上杉憲広は箕輪の長野氏らと共に鎮圧に動き出すことで、山内上杉家は内紛状態となった。そんな状況の山内上杉では頼れないと判断した扇ヶ谷上杉智興は、次は小弓久保に働きかけ、丸安や里見の水軍を相模に差し向け、北条軍の軍団を試みるも、武士が崇拝する鎌倉の鶴岡八幡宮を里見軍が燃やしてしまったため、小弓久保、足利義昭は戦意喪失し、北条と和睦。なおも諦めない扇ヶ谷上杉智興は、享禄3年、1530年4月、今度は甲斐の武田を動かした。東西から相模へ侵攻し、北条氏綱を攻撃する策に出るも、武田軍は甲斐八尾坂の地で北条氏綱軍に敗退。扇ヶ谷軍は小沢ヶ原の地で氏綱の嫡男北条氏康に大敗し、ついに江戸城奪還の夢を諦め、以後自らの挙兵をやめてしまう。こうして北条包囲網はあっけなく瓦解となり、北条氏綱は守勢から攻勢へと転じる。氏綱が目をつけたのは、山内上杉家と同様、関東強力の内乱で分裂している子が足利家であった。まさかねまでが用を見捨てるのか。今日の森町御所も大変な状況にございます。武家の棟梁であられる足利家が畿内と関東共に荒れている状況を、それがしこれ以上見ていられません。だからといってなぜ世が久保の座を退かねばならんのじゃ。関東を沈めるためにございます。いやじゃ、世は古賀を離れたくはない。すでに古賀城は宇都宮や結城らの軍勢に取り囲まれております。もはや春内様への家督継承以外に選択肢はございません。いやじゃと申しておる。ターワーゲホゲホゲーち父上、思い出してもみよ。ゲホゲホ、そなたも父であるわしに反抗し、古賀久保の座を奪ったのであったな。あの時は周到の宇都宮重綱にそそのかされ、またも同じことが起きておるのがわからぬのか。今度はそなたの嫡子春氏が宇都宮沖綱にそそのかされ挙兵してきよるのじゃ。何度同じことを繰り返せば気が済む。されど宇都宮殿が屋敷に入ってきています。お気をつけくだされ。うわ、下郎はどけ。お、沖綱。まだ説得が終わっていない。現れるのが早いですぞ。うるせえ、尺の無駄だ。千葉は引っ込んでいろ。高本様、ご覚悟はよろしいか。久保である世に刃を抜ける気か。滅相もございません。新たに久保となられる春氏様も高本様の死は望んでおりません。されど当家の家臣は血気盛んな者が多く、あまり城にこもられ続けますと何をしでかすか分かりませんがな。ふふふ、わかった。春氏に家督を継承させよう。ここに来ておるのであろう。呼んでくれ。はは、新たな古賀久保春氏様をここへ。春氏入ります。春氏本意ではないが、古賀久保の座をそなたに譲ってやる。賢き判断かと。偉そうに申すな。はは、これだけは誓ってほしい。二度と古賀足利家内で内紛を起こしてはならぬ。内紛が止まぬのは一言に足利将軍家が関東の大名や豪族らを束ねきれておらぬからじゃ。両上杉に小弓久保ここらをくっつくさせない限り、いずれそなたの嫡子を擁立し動き出す宇都宮みたいな輩が現れる。知られたいのですかな。例えじゃ、例えいかにすれば関東を治められましょうや。わしにその答えが分かっておらぬからこんな事態となってしまった。しかしまずは久保が乱立する状況を打破できなければ前に進めん。小弓久保を潰すと。ああ、そこからであろうな。私がこの足利家の当主となったのです。私からお弓のおじ上に訴えれば心を改めてくれるのでは。甘い。弟の義明は我こそが関東の久保だと逃亡で言い放っておる。あやつにがめた交渉などすればお弓に吸収されてしまうぞ。ならば戦うしかないので。そなたらゲホゲホ、もそっと頭を使え。おじい様、寝ておらねば。寝ておられるか。良いか。相模から武蔵に勢力を伸ばしてきた北条に対抗するため、古賀久保とお弓久保は一旦休戦を選択し今に至っておる。この急戦を破棄したら、あの北条氏綱じゃ待ってましたと北武蔵や下総、そして上総に攻め込んでくるぞ。今はお弓方と波風を立てる時ではない。それでは状況は変わらぬではありませんか。頭を使え。お弓久保と北条共に弱らせる良い策がある。
成田近康がわしの護衛でここに来ておる。成田、入るがよい。はは、足利春氏様、御学坊就任、誠執着至極に存じます。堅苦しい挨拶は苦手ぞ。それより、どんな策なのだ、早申せ。はは、お弓久保様は、暴走の丸奴武田と里見の両豪族を従えておりますが、その里見は鶴岡八幡宮を燃やしてしまったため、お弓久保、足利義明様が、この時の関東では後の世で関東強力の内乱と呼ばれることとなる古賀足利家、山内上杉家、両家の内向が同時に発生しており、北条の武蔵侵攻を防ぎたい扇勝上杉家にとって足を引っ張る形となっていた。その古賀足利家当主足利高元が嫡男足利春氏に家督と公方の座を譲ったことで、上総や下総での混乱は収まり、残すは北武蔵や光介の山内上杉家の内乱をどう鎮めるかであった。その摂政役を山内三家豪族でもある成田近康が担い、関東管領山内上杉範弘のこもる深谷城に向かった。成田殿、この書状は何じゃ。読んでの通り、御学坊となられた足利春氏様、前の御学坊足利高元様、前の前の御学坊足利正氏様、揃いも揃っての連名による超貴重なご内書にございます。そんなことは見ればわかる。春氏は世の実の兄であり、高元は父、正氏は祖父、身内の者らがなぜ山内上杉家の家督を五郎丸に譲れと申してきておるのじゃと聞いておる。範弘様では関東管領職が務まらぬからにございましょう。なんじゃと、よう抜け抜けと。よもや、そなたはすでに調略を受けて。当家の家訓は長いものにはまかれろにございますれば。のん知らずだ。と、殿、横瀬や藤田らが率いる兵三千がこちらに向かってきております。籠城の支度を。なりまさ、まあやってられん。やめじゃやめ。要は、たった今、関東関連も、山内上杉の当主も、すべて捨てることとした。なんと。すべては、世の力が足らぬからじゃ。許せ。良いかなりまさ。今は、内輪揉めをしている時ではない。扇ヶ谷や武田と共に、北条の武蔵侵攻を食い止めねばならん。不本意ではあろうが、以後、そなたの主は、五郎丸となり、山内上杉家のため、変わらぬ忠義を誓うのじゃ。急に申されても。良いな。はっ。成政殿、範弘様が降伏されたのじゃ。そなたも武士であれば、ここは潔く腹を切るか、嫡流である五郎丸様に忠誠の心を見せるか、どちらかをお選びなされ。成田殿とて、五郎丸擁立には反対派であったはず。何故、殿の家督放棄を。勘違いしては困る。当家は山の内上杉家の三家豪族ではあるが、古賀足利家にも奉公する者、その公方様にお役を与えられ動いているだけにございます。その子が足利家での範弘様を下ろし五郎丸を当主にしたのでは、古賀公方と山内上杉の溝が深まり、いずれ対立してしまうのじゃ。なぜそれがわからぬ。古賀足利家と両上杉家が争っていたのは昔のこと。まだお弓久保も北条もおらぬ古の話じゃ。あの頃は豪族から地侍に至るまで統率が取れておったが、今や守護大や豪族が大名になれてしまう戦国の世。天下りでやってきた範弘様にはこの乱世を乗り切る力量はない。言い過ぎじゃ。つい口が滑ってしまいました。五郎丸はまだやつだぞ。祭りごとの余波も知らぬ子供こそ乱世を乗り切る力量などなかろう。だから良いのだ。だから良いじゃと。ああ、五郎丸君を支えるべく、長尾、藤田、安中、横瀬、小畑、成田、そして長野が団結してこれに当たる。昨年、小沢ヶ原の地で、扇ヶ谷上杉軍が、北条軍に大敗したことは、耳に入っておろう。うむ、よく存じておる。これで、扇ヶ谷上杉友輝殿は、伊勢総帥、北条氏綱、北条氏康、三代にわたって野戦で大敗した、不名誉な記録保持者として、歴史に刻まれたと。ははは、不名誉な記録か、うまいことを申すの。その扇ヶ谷の敗戦が、何だと言うんだ。うむ。北条氏綱は、この勢いに乗じて、扇ヶ谷上杉の漁場となっておる川越城に攻めてこよう。この川越城が落ちることがあれば、いよいよ扇ヶ谷上杉も終わりだ。そして当家の星城、今いる深谷城、山の内上杉家の総本山八幡城が北条の脅威にさらされることになる。そうならぬためにも、五郎丸君を当主とし、豪族衆を団結させ、扇ヶ谷と共に北条の侵攻を阻止せねばならん。そう簡単に豪族衆らがまとまるとは思えん。ああ、その通りだ。時がかかるであろう。故に北条の目を北からそらすよう図る。計り事はすかぬ。綺麗事だけではこの混乱の世を生き抜けんぞ。わしは乗らん。まあ、計り事に実直なそなたを動かすつもりはないゆえ、安心なされよ。当然じゃ。うむ。なんじゃ、どんな計り事かくらい聞こうと思わんのか。興味ない。頼む、話は進まぬゆえ、知りたいふりをしてくれ。ふりなどできるか。ああ、面倒なやつじゃな。なら、勝手に申すが。
新たに五岳坊となられた足利晴氏様は、いずれお弓久坊を排除なされるおつもりだ。されど、表立って五岳坊とお弓久坊が争う無策は取らぬ。まずは、お弓久坊の勢力をそぐ策で弱らせ、正気ありと踏んだ時、一気に五岳軍がお弓城へ攻め込む算段。こたびの計りごとは、お弓久坊勢力を弱らせるのに、北条を利用するという策じゃ。マリアツや里見で内紛を起こさせ、そこに北条も介入させる。お弓久坊も北条も、どちらも疲弊する一石二鳥の良策であろう。終わったか。終わったか、ではない。もそっと気の利いた言葉を使えんのか。当家には関係せぬ話で。わからん奴だな。北条の目が暴走に向いた隙をついて、両上杉軍で南武蔵や相模へ進攻するのだ。その時こそ、成政殿の出番ですぞ。あの北条氏綱が簡単に引っかかるとは思えぬが。それはどうかな。まあ、なんであれ、数年は先のことであろう。わしは神津家に戻る。時が来たらまた呼んでくれ。ああ。五岳坊が足利高元から足利晴氏に変わった数ヶ月後、山の内上杉家当主上杉憲広は、嫡流である五郎丸に当主の座と関東関連の職を譲った。これにより、古賀足利家、山の内上杉家で同時に発生していた関東協力の内乱は終結となった。山の内上杉家当主についた五郎丸は元服し、名を上杉憲政と改めた。そう、彼こそが後に越後の長尾景虎を養子とし、山の内上杉の家督を継がせ、戦国最強の大名上杉謙信を誕生させた人物となるのである。同じ頃、武蔵の国久喜の館で病の床に伏す足利政氏のもとに足利晴氏が見舞いとして訪れた。春氏ゲホゲホ、わざわざ呼び立ててしまいすまんの。ゲホゲホ。なの、見舞いに参ろうと思っていたところにございます。そうかそうか。少々気が早いかと思いましたが、手土産に白木の位牌をお持ちしました。すでに戒名も書いておきましたよ。だーわ。ゲホゲホ。陰伝号が関東院ではまずかったでしょうよ。違うわ、わしはまだ死んでおらん。先に戒名や位牌を支度してどうする。されど備えあれば憂いなしと申しますし。それは村でやれ、村でわしに報告することではない。はは。病をこれ以上悪化させんでくれ。まあ良い、そなたに会わせたい者がおってな、それでここに呼んだのじゃ。もしや側室のことに。そうではない。公家でしょうや。公家ではない、僧侶じゃ。今さら仏門の教えなど不要にございます。ははは、ただの坊さんではないぞ。頭キレッキレの坊さんじゃ。それがしの名刀高氏もキレッキレにござれば、怪しき者であれば叩っ切るまで。こっこら、わしの寝床で刀を抜くでない。案ずるな、怪しい者ではない。さようですか、ならば会いましょう。うむ、宗哲殿入られよ。正氏様、宗哲の名は大徳寺からの正式な知らせが入っておりませぬゆえ、表に出してはなりませぬ。長綱または長江とお呼びください。そうであったな、長綱殿。この者が新たに五岳坊となった孫の春氏じゃ。長綱殿、五岳坊足利晴氏ぞ。そなたはどこの寺の坊主なのじゃ。箱根権現の別当にございます。箱根権現の別当といえば伊勢宗瑞の。ということはそなたは北条のものであるか。いかにも、伊勢宗瑞が四男、北条家当主北条氏綱の弟にございます。な、何故ここに北条一門の者がおるのか。こら、刀を収めなさい。先ほども申した通り、長綱殿はわしが呼んだのじゃ。おじい様、もしや北条の軍門に下れと申されるのでは。そんなわけがあるまい、当家は足利将軍家であるぞ。ですよね。ならば関東に侵攻する北条家と話すことなどございませんが。わしの話をよく聞くのじゃ。これまで山の内や扇ヶ谷の両上杉と関わってきたが、もはや両上杉がこの関東を押さえつけるのは無理じゃ。それゆえ北条にと。ああ、伊勢家から北条家に代わり、帝や朝廷からもその価格を認められておる。この関東を沈めることができるのは北条を置いて他にない。されど山の内や扇ヶ谷に知られては。無論内々での話じゃ。久保様が今求められるは関東に平穏をもたらすこと。そのためにはまずお弓久保を排除し、そして関東の諸豪族を再び久保様のもとに従わせること。違いますかな。その通りじゃ。それがしはそのお手伝いをさせていただきたいと申し上げに参りました。北条の手など借りぬと申されるのですな。ああ、なれば話はここまでにございますが。待て、もしや
次はお弓場所に向かう気ではなかろうの。さあどうでしょう。いやその顔は絶対に口だ。まあ甲斐の武田軍や扇ヶ谷軍を圧倒する当家の力を欲しているお方は要ておりますからな。ではこの辺で、ま、待て、まあ待て、いや待ってください。他に何かございますでしょうか。なんぞお弓クボンを排除する策でも持っておるのか。ございます。おう申してみよ。申せません。なぜじゃ、弱クボンじゃぞ。当たり前じゃ、北条と何ら結んでもおらんのに策を教えるわけがなかろう。そうでしたな。長綱殿、ならば北条方の条件から聞こう。条件は2つ。たった2つだけじゃと。はい、1つは当家の指示が入るまで一切兵を挙げないことです。宇都宮や結城、佐竹、織田、千葉が豪族が勝手に動かぬようしっかり見張っておいていただきたいのです。それはたやすきことじゃが、2つ目が厄介そうじゃな。2つ目は、見事お弓クボンを排除できた暁には当家の主、宇治綱に関東関連の職を与えていただくこと。か、関東関連を北条にちゃと。関東関連職は上杉家の世襲官職でありましょうが、元をたどれば将軍家を補佐するにふさわしい大名がつくべきであるかと。それもそうじゃが、されど、のみ関東関連職の任命権はないのじゃ。存じております。春氏様より室町の久保様宛てにその旨一筆したためていただくだけでようございます。まあそれなら簡単じゃな。うむ、二つの条件を飲んでやろう。さ、その策とやらを教えてくれ。ではお教えしましょう。簡単なことにございます。阿波の里見家に内紛を起こさせるだけにございます。お、里見を狙うと。里見家は確か里見実隆が当主であるな。いえ、里見実隆は里見家当主義豊の叔父にございます。5年前に里見義豊が鶴岡八幡宮を焼いてしまったことで義豊の求心力は低下し、叔父の里見実隆や重臣正木道綱らが不満を漏らしているとの噂を耳にしております。このことを利用しまする。お弓くぼるの一翼である里見が機能しなくなったところを一気に攻めるという策か。焦ってはなりません。久保様が動くときはお弓くぼる足利義明様を確実に仕留めることができると踏んだとき、勝佐の真利厚武田家が里見の内乱にいかに対応するかで我らの動きも変わりましょう。なるほどの。久保様、このこと他言はご無用にございます。お弓方に漏れでもしたらお弓くぼるは警戒してしまいますゆえ。わかっておる。されど常に知らせだけは頼むぞ。心得ております。ではこのこと主に伝えてまいります。うむ、おじい様、これでお弓クボン排除の算段がつきましたな。長綱殿と合わせていただき感謝申します。おじい様。激動の関東騒乱の中、足利一族として抗い続けた二代目古賀久保足利正氏は、孫の足利春氏が久保を継いだ年の享禄4年、1531年7月の18日、武蔵久喜の館にて息を引き取った。享年66とも69とも伝わっている。それから2ヶ月後の9月、北条家でも宇治綱の身内がこの世を去った。宇治時、間に合わなかったか。すまん宇治時。宇治時様は最後まで玉縄の民のことばかりを考えておりました。ああ、弟の中で、いや一族の中で誰よりも民の心を大切にするものじゃった。そなたのようなものが長生きせねばいかんというに。これは宇治時様が殿に残された文にございます。そうか、うむ。兄上、先立つ弟をお許しください。この玉縄の地はさすが父上が選んだ地です。作物も豊かに育ち、民も生き生きとした声が響き渡る素晴らしい里。この地にそれがしを派遣していただき、改めてお礼申し上げます。兄上に最後のお願いです。それがしには子がおりません。ゆえにこの地を相続する者がおりません。願わくば兄上の三男彦九郎をそれがしの養子とし、玉縄の地を相続させたいのです。兄上の子が入ればこれまで同様、いやそれ以上に東相模は盤石となりましょう。何卒お頼み申します。では父と共にあの世から北条の行く末を見守ってまいります。今一度兄上のモノマネを聞きたかったですぞ。そうか、わしのモノマネを聞きたかったか。そっちですか。ははは、ざれごとぞ。そうか、わしの子を養子にとな。うむ、宇治時の願い叶えてやろうぞ。彦九郎、入ってまいれ。はっ。そなたが小さい頃韮山城で遊んでくれた叔父の宇治時を覚えておるな。はい、宇治時おじ様はよく覚えております。うむ、塔を超えたばかりのそなたには難しいことじゃろうが、父としての最後の命を伝える。しっかり聞くのじゃ。はい。
彦九郎、そなたはこれよりわしの子ではなく氏時のことする意味がわかりませんであろうな。無理もない。されどこれも当家のためなのじゃ。これより北条氏時から家督を継いだそなたを玉縄城主とする。森役に北条綱高、そして護衛役に北条綱重を小沢から呼び寄せる。綱重兄さんもここに。ああ、しっかり剣術を教えてもらうがよい。明日わしと共に小田原に戻り、日の地荷物をまとめこの玉縄城に入るのじゃ。よいな。はは。ただいま武蔵より戻りました。氏時兄様の容体は？昨晩息を引き取った。そうでございましたか。なればお経を。うむ、弟のそなたからお経を唱えてやれば氏時も救われるで。ナム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 。終わりました。はや、いい加減すぎるであろう。それがしは箱根権現別当ですぞ。たとえ兄上でも今日を愚弄するなら。わかったわかった。して小学坊はどうであった？病です。またも病か。つまり成功したということじゃな。そういうことです。あとは里見家をいかに荒らすかじゃが。すでに手は打っております。小太郎を向かわせたのか？いえ、里見家の重臣正木道綱殿をここに連れて参りました。正木王者と。正木道綱といえば鶴岡八幡宮を焼いた時に里見軍の軍官を務めておったもの。安心くだされ、すでに調略は終えております。刀もすべて預かっておりますゆえ安心して対面ください。いきなり何を話せばよい？鶴岡八幡宮再建の話など。そんな話できるか。ははは。まあ正木殿からいろいろ話してきましょう。兄上は話を合わせていただければよいかと。そうか、ならば通せ。は。北条氏綱様、お初にお目にかかります。里見家臣正木道綱にございます。うむ、北条家当主氏綱じゃ。すでに長綱殿から聞いておりましょうが。何にも聞いておらぬ。さようでしたか。なれば簡単にこれまでの当家の動向を説明いたします。遡ること永正15年、ちょうど氏綱様が総帥公より家督を継承した年の頃になります。時の当主里見義道が既得となり、嫡子里見義豊が家督を継いだのですが、まだ義豊が若かったこともあり、お家の実権は義道の弟である実隆が握っておりました。その後お弓久保が誕生すると、その三家豪族としての里見家として義豊中心にまとまりを見せていき、叔父の実隆も義豊を補佐する一門として働いておりました。されど大延6年11月、例の相模侵攻で鶴岡八幡宮を燃やしてしまったことが問題となり、義豊の求心力は低下。家中は義豊派と反義豊派に分裂し、反義豊派は実隆殿に新たな当主となっていただくよう画策しているところ。その話をされるからには正木殿は反義豊派ということでよいのじゃな。いかにも。そなたは鎌倉侵攻の際は里見の軍官であったそうではないか。軍官といえど水軍を率いる一部将に過ぎません。すべては義豊が指揮し、あの結果を招いたのでございます。ほう、つまり正木殿は実隆殿と共に兵を挙げ義豊を討伐したいから当家にも手助けをしてほしいと申しておるわけじゃな。おっしゃる通りです。そう見せかけわしが暴走へ渡ったところを襲撃するという罠も考えられる。疑われるのも無理はありません。それゆえ人質を連れてまいりました。人質とな？はい、時重前へ。正木道綱が次男時重にございます。この時重を氏綱様にお預けいたします。私の申したことに嘘偽りがあればいつでも処分下され。なるほど、わかりました。信じましょう。していつ動かれるおつもりか？新たな小学坊に足利春氏様が疲れたことで、お弓久保足利義明様は何事にも敏感になっておられます。しばらくは両久保の動向を見る必要もございますゆえ少し先にはなりましょう。うむ、わしの名代は長綱が務める。何かあれば長綱に伝えてまいるのじゃ。はは、では拙者はこれにて。うむ、時重殿、人質といえどそなたに肩身の狭い思いはさせぬ。玉縄の地に叱るべき屋敷を用意いたすゆえ。はは、かたじけなく存じます。これで里見が荒れるまで時が稼げましたな。そうだな。しかし山の内上杉の内向が思いのほか早く収束したのは気になる。昨年の扇ヶ谷津軍の大敗で当家の存在を意識し始めておるのでしょう。両上杉が本気で南下してこられたら厄介ゆえな。そうですな。との甲斐の武田で動きが。ほう、甲斐でか。申せ。はっ。昨年上杉家より縁組で腰入れした武田信虎の側室をめぐって豪族衆が反発しておるとのこと。その主な豪族は栗原信友、今井信元、小太政で、衝突は避けられないと思われます。これは朗報じゃな。よう知らせてくれた。はは。しかし甲斐という国の豪族は皆元気ですな。ははは、まことじゃ。面倒な武田もしばらくは外に動けなくなりましょうな。だとよいがな。わしは明日小田原に戻るが共に帰るか？
そなたも箱根をそう長く離れることもできまい。そうしたいのですが、鶴岡八幡宮再建の状況を確認してからでないと。そうであったな。八幡宮のこと任せきりですまんの。いえ、こちらがそうとしての本業ゆえお気になさらず。まさに二足のわらじでな。有能すぎるのも骨が折れるのを。そろそろそうに専念させていただきたいのならぬ。小学坊、お弓久保、両上杉に北条と、それぞれの思惑は違えど、関東の情勢は一旦の落ち着きを見せた。それから一年が過ぎ、元号も変わった。天文元年、1532年夏。甲斐の国では、武田信虎に反抗する勢力が次々に駆逐され、最後まで抵抗を続けていた信虎政も、猛将板垣信方の隊に捕らえられ、混乱は収束となった。虎政、貴公、何故わしに逆らった。くだらぬといじゃ、語る気にもならず。誰に向かって口を聞いておる。殴るくらいなら首を切ってくれ。死ぬのは怖くない。ほら、早く首を切れ。まだほざきよるか。板垣、その程度にしておけ。誠に死んでしまうではないか。ははなあ、虎政、やっと甲斐の国衆がまとまったかと思えば、またも仲間割れ。これではいつまで経っても良い国は作れぬぞ。良い国じゃと無駄に死なのに侵攻し、結果諏訪をろくに切り崩せず、挙句の果てに上杉の側室に浮かれて相模に出兵させるも、北条氏綱の返り討ちに遭い、千以上の死傷者を出す艦隊。こんな無駄な戦をしていたのでは、甲斐の国は疲弊する一方じゃ。働き手も減り、昨年も今年も不作、飢饉の村が多々あることご存知か。そのことはわしも心を痛めておる。されど、そなたがわしに逆らったことで、貴重な甲斐の武者がさらに命を落とすことにもなっておる。わしを亡き者にしても、甲斐の国は変わらぬことがなぜわからぬのじゃ。今後の軍略については、必ずや皆と決めてゆくことを約束しよう。そして、宿敵、諏訪頼高は病で死去した。嫡子、諏訪頼重が継いだようだが、まだ元服したての若造。ここらで、わしも信濃侵攻をやめ、国に目を向ける。な、それならよいであろう。親方様がここまで腰を低くされておるのだ。無視するでない。だから板垣、殴るな。視聴者から苦情が入る。視聴者とは。細かいことはよい、下がっておれ。はは。虎政、そなたの命は取らん。無論そなたに従う者も皆許す。一族皆許していただけると。ああ、先に降伏した栗原信友や今井信元らも同様に許した。じゃから二度とわしに歯向かわんでくれ。ははは。ああ、板垣のやつやりすぎじゃわい。鼻血で鎧が血だらけではないか。川で洗えば取れまするゆえ。いやいや、よく見たらそなたのような刀匠は真紅の鎧が似合うぞ。うむ、これよりそなたが率いる隊は全て朱塗りで統一するがよい。朱塗りと。ああ、赤備えとでも名付けようか。ガッハハハハハ。それは光栄なり。赤備え、確かにいただきました。こうして武田信虎に反旗を翻した栗原信友、今井信元、小布虎政らは全て信虎に降伏し、楓の内紛も収束となった。それから3ヶ月が過ぎた天文元年1532年12月、北条氏綱は江戸城でその知らせを知ることになった。うむ、相分かった。は。信虎は領内の制圧だけは早いですな。そうじゃな。これでまたも武田は目が離せぬ敵となった。さようですな。と、とのゲホゲホ。な、なおかげ、無理に軍議に出ぬでよいと申したであろうが。わしの代わりに、せがれを軍議に参加させねばと思いましてな。おお、綱影を江戸に呼んでおったのか。わしの命も間もなく、火災場から呼んでおきました。滅多なことを口にするな。なおかげには、まだまだ、江戸の民を守ってもらわねばならん。よし、綱影も軍議に参加させよ。はは、綱影、入れ。遠山綱影、入ります。富永直勝、入ります。なんだよ、俺が呼ばれたんだよ。一緒に入ってくるな。そんなことは知らん。わしは今来たところじゃ。おい、二人とも殿の前ぞ。はは。綱影、直勝、江戸のこと、そして当家の慣例はしっかり父から教えてもらうのじゃぞ。はは。殿、先月江戸城に忍び込もうとした扇ヶ谷の鉄衛三銃を返り討ちにしてやりました。拙者は真里八の船と思われし、偵察船を追い返してやりました。直勝は単に見つかったから逃げられただけ。うるせえ、お前だって三銃のうち半分逃げられてるじゃねえか。なんじゃと、ちょっと江戸城の本丸に座してるからといい気になりおって。ははは、当家はいつの頃から仕えておるでな。綱影とは格が違うんじゃい。格が。二人ともやめよ。前向きな口論なら許す、されど罵り合う喧嘩だけは絶対に許さぬ。はは、北条のしきたりを忘れておりました。なおかつすまん、頭に血が昇って言い過ぎた。俺もだ、心にもないことを言ってしまった。許せ。ああ、そうだ、魚釣りにでも行くか。バカも、ゲホゲホ、軍議もまだ始まっておらぬのに遊びに行ってどうする。そうでした。と、とのせがれらが軍議の場を乱し申し訳ございません。よいよい、若いもんは元気があってよいも。よし、軍議を始める。
まずは助高、江戸周辺の近況を教えよ。はは。小沢ヶ原の地で大敗した扇ヶ谷2上杉の威信低下により、この志村城を当家が攻略。その後は蕨城の太田助頼や難波田城の難波田正直の隊と睨み合いが続いておりますが、大きな戦に発展はしておりません。東の下宇佐ですが、お湯肉坊とは引き続き停戦状況にございますが、されどこの河野台城には堺市や原市などのお湯に三角二州らが常駐し、当家の葛西城を牽制しております。うむ、ようわかった。千葉市の調略はどうなっておる？は、遠山殿の働きにより、千葉家重臣である根木内城の高木種義が、お湯肉坊との戦になれば当家に味方すると約を得ました。これはすなわち東下宇佐を領する千葉家が当家に加担したのと同じかと。いや、千葉家当主正種は信用できん。これまでも当家、古賀、お湯の領足利家、どこにも良い顔をしておりながらも戦にはまともに参陣してこぬ。千葉正種の狙いは丘陵である井の花城や、今やお弓の御所となっておるお弓城の奪還であろうが、お弓久保に歯向かうほどの度胸はないのであろう。それがそうでもないのです。そうでもないじゃと。先ほど高木種義が当家に味方するとの約の続きにございますが、その見返りとして殿の姫を千葉家当主正種の長男としたねに嫁がせることと。ほう、わしから人質を取るつもりか。大きく出たの。直影どう思う？はっ、やほげほ、僭越ながら申し上げますが、迷うことはございますまい。千葉家との隕石関係を結ぶの一択にございます。それはお弓久保を刺激することにならぬか？それこそ暴走に乱をもたらす誘因となりましょう。うむ、直影の申す通りじゃ。助高、千葉家との縁組の件了承したと伝えよ。その後の段取りも抜かりなく頼む。はは。小太郎、ここだ。お決まりの吹聴を頼む。お弓御所周辺に北条と千葉が縁石関係となると触れ回ればよいのだな。話が早いな。その通りぞ。久保、足利義明様は自尊心の強いお方、知れば何かしら動く可能性は高い。その時はすぐに知らせよ。よい。よいか、皆の者。父より続く両上杉との戦、すなわち関東から両上杉を駆逐する戦いは必ず起きる。されど武蔵そして小渕へ進攻するには、まず暴走を何とかしておかねばならぬ。つまりこの江戸城が常に敵に怯えている状況では、憂いなく北に向かいぬということぞ。知っての通り、当家は古賀久保と結んだ。これまで当家は関東の久保とは敵対関係ばかりであったが、それは当家が関東に何の縁もない成り上がり大名として見下されてきたからじゃ。されど今は違う。皆の働きで鎌倉久保の嫡流である古賀久保、足利晴氏様に助けを求められるお家となった。皆のおかげぞ。宇治綱、礼を申す。そして古賀久保と結んだは、すなわち当家がお弓久保を亡き者にすることを任せられたということにもなる。それには江戸州、ひいては武蔵の全国州一丸となって望まねばなせぬこと。そのことを皆心しておくのじゃ。この先暴走で内乱が起こる。いつ起こるかわからぬが必ず起こる。その時こそ当家が動く時ぞ。よいな。よし、敗軍を申す。江戸水軍の長は富永正直と直勝親子。はは。品川水軍の長は大道寺森政。承知しました。副隊長に笠原信為。全軍総大将に北条為政。副将に北条綱高、北条綱重。軍艦は北条長綱とする。そして小田原からはわしが御詰めとして向かう。里見、ついで真利厚、最後に千葉や古賀久保軍でお弓城を攻め落とす。なんとしてもお弓久保、足利義明とその嫡子義澄を撃たねばならん。皆の者頼むぞ。と、その拙者は綱影は太田と共にこの江戸を守ってほしい。扇ヶ谷が動いてくるやも知れぬで、その時はしっかり防ぐのじゃ。父の面倒も頼むぞ。はい、はは。北条氏綱は里見家で内乱が起きたタイミングで海から阿波に上陸し、一気にお弓久保を攻め滅ぼすという策を立て、武蔵や相模の諸将に檄を飛ばした。年が明け、氏綱の娘の千葉家腰入れも無事終わった。残すは里見義高と正木光綱が挙兵するのを待つだけであった。年が変わった天文2年、1533年5月、そのお弓久保側で動きが生じる。義豊殿、遅いですぞ。阿波からなのじゃ。仕方あるまい。久保様、突然の呼び出しいかがなされたので？いかがも何もない。そなたら北条と手を組み、余を亡き者にしようと企んでおるそうよな。滅相もございません。そうです、我らが久保様を裏切り北条と手を組むなど一理も得はございません。今年に入って早々に北条氏綱の娘が千葉正種の嫡子としたねの正室として入ったと聞いた。これは紛れもなく北条と千葉が手を組み下夫妻攻め込む算段。縁組については存じております。されどそれと我らが裏切るのとでは話が違います。話には続きがある。その千葉や北条にそなたらの家臣が頻繁に出入りしているということを余が知らぬと思っておるのか？目も葉もないことにございます。同じく
もしそのような家臣がおれば、誰であろうと容赦なく切り捨てまするぞ。よし、よう申した。ならば所領に戻り、家臣らを集め、世に従う旨の起請文に名を記させよう。城代から軍代まで一人とて漏らすでな。全員でしょうや。ああ、家臣、皆ぞ。できぬと申すか。いえ、すぐにも。ならば、とっとと迎え。はは。殿。どうした、孫六。ひょっとして、北条や千葉と内通しているは当家のものではないかと。なんじゃと、誰じゃ。実高様ではなかろうかと。あの清花おじがか、そんなわけあるまい。どうも、最近、正木道綱様と密談している話を聞きまする。また、こっそり兵糧や武具を金屋城に集めていると噂を聞きました。確かに、正木がおじをそそのかして、わしから当主の座を奪う魂胆であれば、合点がいく。されど、正木は、当家の水軍を一手に担う者。仮に敵に内通しておったとしても、排除ができんぞ。されど、公方様に切り捨てるとお約束しておりましたが。しまった。拙者の話は噂ごとにございます。されど、誠であれば、殿のお命が危のうございます。そうだな。公方様からのご内書を預かっているとの偽りを申して、お二方を稲村城に呼び出し、内通しているかどうかを確かめてみてはいかがでしょう。仮に内通していると分かったときは、拙者が人たちにて。分かった。頼むぞ。天文2年、1533年7月、お犬公方からの直々のご内書があると、里見家当主、義長に呼び出された、里見実隆と正木道綱は、半信半疑で稲村城に向かった。公方様からの直々のご内書など聞いたことも見たこともないが。確かに一大名の家臣にまでご内書を出すのは異例でございますが、おそらく千葉家と北条家が連席関係となったことで味方の心を掴んでおこうと思ったのでしょう。なるほどの。そんな公方様にいずれは刃を向けることにもなるのかの。間もなく屋敷に入ります。そのことは口にしてはなりません。すまん、そうであったな。親父、念のためわしも一緒に。案ずるでない。公方様のご内緒をいただくだけじゃ。そなたは旅で汚れた馬を洗っておいてくれ。はは、では外で待っておりまする。よう、おじご、変わりはござらんか。ああ、何にも変わりはない。昨年が豊作だったおかげで、城には多くの兵糧が運び込まれ。ご本して、殿、お弓の公方様からご内緒なるものをいただいたとか。ああ、これじゃ。これはご内緒ではなく。ははは、北条氏綱からの密書じゃ。わざわざ北条が教えてくれたぞ。そなたらがわしを裏切っていることをな。北条氏綱はそなたらではなくわしを選んだのじゃ。氏綱殿、話が違うではありませんか。話が違うとはどういうことじゃ。すでに氏綱と通じておったということを認めるのじゃが。しまった、はかられたか。そなたを殺めたくはなかったが、致し方ない。孫六、やれ。はは、待て。嘘だろ。わしが書いた字じゃぞ。氏綱の字と似ても見つかるのに、なぜ偽の密書だと見抜けぬ。クソったれが。殿、ゆっくりもしておられません。二人の嫡子、里見義高殿と正木八郎殿も仕留めねば。そうだな、近くにおるはずじゃ。二人の手勢はことごとく切り捨てよう。おお、孫六、慌てておるようじゃが、いかがした。八郎殿、すまぬ。そなたの父は謀反の疑いにより拙者が撃った。なんと。そしてそなたも拙者が撃つ。刀を持っておらぬ者を切るのか。よし、あとは里見実隆の嫡男義高じゃ。探せ。里見義豊が叔父の里見実隆と重臣正木道綱を謀反の容疑で撃ったことで、稲村の変は始まった。同行していた正木道綱の長男正木弥次郎も撃たれ、あとは里見実隆の嫡子義高を撃つことができれば、里見義豊はこの事変もすぐ片付くであろうと考え、義高の行方を追った。その頃、城外で待っていた里見義高のもとに城から逃れてきた馬回り衆が駆けつけた。大変です。親父の身に何かあったのか。実隆様、正木道綱様、そして弥次郎様、すべて撃たれましてございます。撃たれたじゃと。誰にじゃ。里見義豊様にございます。嘘だ、城へ行って確かめる。なりません。ここで義高様まで撃たれてはすべての企みが消えてしまいます。わしだけ生き残って何になる。義高様はご嫡子でございます。正木様の次男は北条におりますれば、まずは金谷に落ち延び策を練りましょう。義高様さえ生きておられれば、仇討ちは必ずや叶います。急いで馬に乗ってください。金屋城まで走りますぞ。義豊、覚えておれ。この恨み必ずや返す。殿、義高殿には逃げられました。すぐにも追いましょう。義高はいとこ、あやつまでも殺したくはないが、公方様に誓った以上やりきるしかない。孫六、本体はすぐに動かせるな。こんなこともあろうかと支度は済ませております。よし、義高の居城金屋城に向かう者ども出陣じゃ。10人ほどの馬回り衆に囲まれ、
北に逃げる里見の下かは、およそゴルの道のりを休まず駆け抜け、なんとか金谷城に入ることができた。一方、追いかける里見義豊も主力をほぼ全て動員し、3000を超える兵が陸東海から金谷城を目指し進軍していく。義高様、いかがなされたので。細かい話は後じゃ。この城にある兵糧は全て北の市場つくろ海城に船で運ぶのじゃ。つくろ海城に城兵も皆つくろ海城に向かえ、そこで籠城する。そして北条に援軍依頼じゃ。で、敵は誰の。里見義豊だ。なんと。金谷城では北条の援軍が来るまでの時間が稼げないと判断した里見義高は、金谷城を捨て少し北の筑海城で籠城し、北条の援軍が来るまで耐える道を選んだ。里見義高から発せられた状況報告と援軍要請依頼の日誌は、翌日には玉縄城に入った。うむ、いいぞ彦次郎。じゃない、彦九郎、上達が早いではないか。彦次郎でも彦九郎でもございません。今は為政にございまするぞ。そうであったか、為政、そなたの兄氏康よりもよっぽど剣の才があるぞ。いいえ、兄には何一つかないませぬ。あんな古本オタク見習う必要もないぞ。おい、長綱様がお呼びだ。急ぎ大広間へ来い。ああ、おじご、扇ヶ谷が動いたので。いや、里見じゃ。里見ですと。里見実隆と正木道綱が共に討たれたと。これでは里見を心中させるどころか。そう思うか。そりゃそうです。当家と内通していた党の本人だが、皆亡くなっては秘策も何もあったもんじゃない。ましてや内通したことが知れたことで、お弓久保も動いてくるだろうし。里見義豊が今何を考えているか申してみよ。ん、ほれ、綱隆殿、申してみなされ。それがしかよ。義豊はそりゃ裏切り者の一族を皆片付けてやらねばと必死であろう。一族皆か、そこまでは考えておるまい。義豊はあの鶴岡八幡宮を燃やしておいて家臣を見捨て逃げるようなもの、そのようなものが今考えていることは、とにかくお弓久保に知られる前にことを封印したいであろう。なかったことにと。無論なかったことにはできまい。されど始末がつくまでは口外はしない。つまりマリアツやお弓久保に援軍などは要請できないってことじゃ。始末がつくとは。着流やその兄弟までは殺めておきたいであろうから、そこらが片付くまで可能。ってことは人質の正木と岸毛もか。うむ、そうなる。聞きましたぞ。おう、呼びに行こうと思っておったところじゃ。髪のボサボサした怪しい黒顔のやつが教えてくれた。父や兄が稲村で義豊に撃たれたとは誠に残念ながら誠じゃ。くそ。なんとか逃げた里見義高殿は筑後海城で籠城し、当家の援軍を待っておられる。まずは時重殿のお気持ちをお聞かせ願いたい。敵を討ちたい。この手で義豊を討ちたい。拙者を北条家の人質としたのは、こうなることを算段した父の配慮であったのだと思います。長綱様、どうか兵をお上げください。時重もこう言ってるんだ。おじご、里見義豊をぶっ潰しに行こうぜ。うむうむ、時重殿、その言葉を聞けてわしも心を決めました。当家はしっかり正木道綱殿との役を果たさせていただくぞ。かたじけない。良いか、皆の者、想定していた策とは異なる形となったが、攻め込む先とその相手に変わりはない。住吉、横浜、品川の各港より出港し阿波に向かう。里見義豊を滅ぼし、後はマリアツ武田を、そして総仕上げに五岳防軍や江戸の軍と共にお弓御所を襲い、暴走を一気に当家の支配下とする。よってこたびの進行は長丁場となろうが、わしの命に従っておれば負けはない。頼むぞ。兄上が関東管領になる日も遠くない。急ぎ出陣の支度に入ってくれ。為政、そなたにとってこの戦は初陣となろう。はい。殿から戦になればそなたを総大将にせよと申し付けられておる。総大将。そうじゃ。総大将が逃げるまたは撃たれればそれで負けじゃ。されど案ずるでない。総大将自ら戦場の最前線に立つことはないゆえ。ではこの玉川で待てと。ははは、それでは船で向かう者らの士気が上がりません。ゆえに敵地へは向かいますが、本陣から出てはなりませんぞ。おじ上と共に寄ればよいのですね。そういうことです。では参りましょうぞ。うむ、出陣じゃ。里見義高から援軍要請を受けた北条軍は、待ってましたとばかりに品川、横浜、住吉の港から一斉に阿波めがけ出港した。船の数は計1000隻を超え、それは東相模や南武蔵の兵8000ほどが動いたことにもなる。その知らせを受けた小田原城の北条実綱も、小田原衆2000を率い、御詰め隊として玉縄へ向かった。その北条の動きは、扇ヶ谷上杉の石膏によって、蕨城の太田助より難波田正直に届けられた。いよいよ動いたな。ああ、品川と横浜からも、ものすごい数の船が、南に向かって出て行ったらしい。間違いなく阿波だな。ああ、阿波だ。よし、すぐにも智沖様に伝えて。ダメじゃ、武神に見放されている智沖様を動かしては、何もかもが、水の泡になる。阿波だけにな。
夏のはずなのに冷えてきたな。そうだな。どうする、志村城からにするか。いや、あそこは千葉から逃れてきた地侍らが多く入っていると聞く。まずは葛西城からがよかろう。承知した。北条軍が動き出すのを待っていた扇ヶ谷水越水軍は、北条の目が阿波に向いている木を狙い動き出した。その頃、つくろうみ城では里見義豊軍3000が陸と海から包囲し城攻めを行っていた。くそ、つくろうみ城なんて城いつからあったんだ。探すのに苦労したぞ。あとは義高の首だけじゃ時はかけられん。城攻めを始めよう。来たな義豊、北条殿の援軍は必ず来る。それまで何としても耐えるのじゃ。よいな。攻める里見義豊軍3000に対し、城にこもる義高軍は800ほど。しかし北を海に守られた起伏の激しい山城に義豊軍は苦戦を強いられた。夜通し城攻めは続き、日が変わった早朝、ついに西門が突破され、西ぐるわに義豊軍が侵攻した。よっしゃ、門突破じゃ。あとは本丸の武装かかれ。この北条が、北条の水軍が続々とやってきております。お、北条がもう来たのか。数は関船300隻以上はおります。少なく見積もっても2000から3000はおるのでは。で、伝令、道家の船が全て北条の軍船によって沈められました。なんじゃと。一旦ここは勝山まで引くがよろしいかと。そこで再度策を練り直しましょうぞ。そう、やむを得ん撤退じゃ。なんだ、もう撤退か。どうする大歌。いや、長綱様を待とう。承知ぞ。間もなくして総大将北条為政、軍艦北条長綱も上陸し、つくろうみ城に入った。お、義高様、ご無事で何よりです。うむ、そなたもよう来てくれた。里見義高殿、北条長綱です。道家が援軍に来たからにはもう安心ですぞ。そなたが軍曹長綱様ですか。その名はよく伺っておりますぞ。何の大した働きはしておりません。謙遜なさらずとも。おそらく義豊は稲村城に逃げたであろう。わしはどこまでも奴を撃つまで追いまする。稲村城には逃げることはできますまい。逃げれぬとは。はい、今頃は道家の別動隊が城を包囲する頃にございましょう。なんと。義高殿、私はこの地をよく存じません。敵が逃げる道を教えてもらえますか。お安いご用にございます。今はこの筑陽城です。陸路で逃げるとなると山あいを南に進み穂田まで抜けます。そこから西へ向かい、海沿いを南に進むと勝山城。ここで船を調達し、海を使い南へ、この岡本港で上陸し稲村城に入る。または内陸部の街道を使い犬掛や滝田を経由し稲村城。このどちらかでしょう。よくわかりました。では道家の猛将大道寺守政の隊を義高殿の与力とさせまするゆえ、義豊隊を追うように陸路から南下ください。道家の水軍は先回りし勝山城を攻略しまする。なんとも頼もしい。承知しました。よし、者ども父と正木節の仇討ちに向かうぞ。出陣じゃ。つくろうみ城を救出をなせた北条軍は休む間もなく里見義豊を追う動きに出た。その頃、北条綱高、北条綱重率いる北条別動隊3000は舳倉川河口で上陸を済ませ、里見家の居城稲村城を目指していた。城には100ほどの守兵がいるだけにございます。すでにこちらの進軍には気づいており、門を固く閉ざしておりまする。やるか。おう、やったるぜ。どうだ、どっちが先に本ぐるわに旗をかけられるかでかけようではないか。面白い、乗った。そうだにゃ。じゃ、負けた方は彦爺に向かって隠居しろっていうのは。おい、せこい真似するな。里見義豊はほぼ全兵を率いて出兵していたため、城にはわずかな守兵しか残っていなかった。そこに北条家内でも腕を立つ綱高と綱重の隊が攻め込んだため、あっという間に城は北条に落ちた。拙者の勝ちだな。先駆けはなしだぞ。そんな飛び決めは聞いておらん。それより負けたら彦爺に隠居しろって言うんだったよな。ははは、楽しみだ。ちゃんと聞いてたのかよ。稲村城が落ちたとの知らせは数刻後に妙本寺で休息する里見義豊へ届いた。バカな。大変なことに。聞いたは稲村城のことじゃろ。違います、勝山城も北条の手にかかりは苦情。船はもう使えません。またも北条か。そう、数はおるまい。勝山城を取り戻し籠城するべきか。こちらは2000もおりません。勝山城を奪い返すにも北から敵襲です。里見義高の旗と北条の旗もあります。その数1500ほど。く、追ってきたか。拙者の里である滝田城なら敵も目をつけることはありますまい。九毛様や丸奴の援軍が来るまで滝田城でこもるが最善の策。ここは東の山を抜け一旦落ち、丸奴に援軍を要請しましょう。ああ、そうするしか今は手がないな。陣を払い滝田城へ向かうぞ。
逃げる気だな。そうはさせるか。全軍追い打ちに向かえ。妙本寺を出た里見義豊は軍の指揮もろくにしないまま逃げるように東の森を突き進んだ。それを追うように大道自体が追いかける。一方その頃武蔵では扇ヶ谷上水軍が北条領の最も東に位置する葛西城を目指し進軍していた。葛西城には遠山直景から家督を継いだばかりの遠山綱影が兵500ほどで詰めていた。上将は遠山の小せがれだそうな。遠山直影じゃないのかな。噂では直影は春頃に病が悪化しこの世を去ったと。おお、それは朗報。あの憎たらしい直影がいないならたやすかろう。この地は亡き道関東が開拓した紛れもない我らの領土。これよりぬすっと北条を追い出しに向かうぞ。全軍で葛西城へ総攻めじゃ。綱影様、扇ヶ谷軍の奇襲です。太田と南畑の兵2000が城に攻め寄せてきております。ここで動いてきたか。城にはいかほど詰めておる。早朝ゆえ300もおりません。数日耐えられるかどうか。そなたはすぐに石浜城と江戸城に援軍の要請を頼む。はは、皆聞いてくれ。敵は当家が阿波侵攻を始めたまさにこの時を狙って攻めてきた。葛西城は江戸を守る東の要の地。何としても援軍が来るまで耐え抜くぞ。夜中のうちに進軍を済ませていた扇ヶ谷軍は早朝に突如葛西城に攻め込んだ。遠山綱影も必死に防衛するも、やはり数の差は大きく、すべての車を守りきるのは不可能であった。その日のうちに、半分以上の車が扇ヶ谷軍に落ち、落城は時間の問題であった。その一報が江戸城の留水、太田助隆に届いた。よう知らせてくれた。影助。父上、お呼びに。うむ、わしはこれより、葛西城の遠山殿を助けに向かう。そなたは、小沢城の氏康様。そして玉縄城に入られた氏綱様に上杉が動き出したことを至急知らせよ。どちらが先にございましょう。影助が使者になってどうする。違う、同時に早馬を出せと申しておる。なるほど、ではすぐにも。おお、頼むぞ。よし、我らは葛西城の救援に向かう。支度が整い次第浅草寺に参陣せよ。よいな。知らせを受けた太田助隆はその日のうちに葛西城救援に動き出した。浅草寺に入った太田助隆のもとに参集した兵はおよそ1000。その兵を率い夜明けとともに葛西城に向かうも、その葛西城は夜通しの城攻めに耐えきれず落城。絡めてから何とか脱出できた遠山綱影は太田隊に保護された。太田殿、面目ございません。おお、無事でよかった。城はまた奪えばよい。綱影殿が生きてさえおれば必ずやその木も訪れよう。殿に何と詫びれた。詫びの言葉を考えるよりも先に江戸城のことを考えなされよ。そなたの父も何度も敵に城を奪われたが、それでも策を駆使して奪い返しておった。まずは江戸に戻り、こたびの扇ヶ谷の狙いを定めることからぞ。あは、肝に銘じまする。その頃、扇ヶ谷上水軍の進行を玉縄城で知った王女氏綱は、知らせご苦労。あは、小太郎、おるか。呼んだか。山の内やお弓久保に動きはあるか。いや、動いていない。扇ヶ谷上杉智興も川越城を出たとの知らせも入っていない。うむ、今のところは扇ヶ谷家臣による単独の動きと見受けられるが、江戸が手薄なことを察知しての動きであるは間違いない。葛西城が落ちたなら敵の士気は上がり、周辺豪族らが反旗を翻す恐れもあるか。よし、わしは江戸城に向かう。小太郎は阿波の長綱へ。お弓御所攻めは一旦白紙とし、里見が片付き次第兵を引き上げようと伝えよ。御意。森秀。はん、ここに。急ぎ小田原城に戻り、留守のそなたの父頼秀に武田の動きに注視せよと伝えよ。伊豆の為殿にも同様に伝えておきましょうか。そうじゃな、為元忠にも同じく頼む。承知いたしました。御詰めとして玉縄城に入っていた北条家当主氏綱は、扇ヶ谷上杉家臣の単独行動であると読みつつも、被害の拡大を未然に防ぐため武蔵江戸城に向かった。一方その頃、阿波の地を逃げ回る里見義豊は滝田城を目指し犬掛までたどり着いたところであった。義豊に従う者は100もいない状況であったが、その義豊にさらなる秘宝が届けられる。ダメです。何がダメじゃ。滝田城も北条の手に落ちましてございます。滝田城もか。北条綱重とカモース道の者があっという間に本狂わになだれ込んだようで、首相含む城兵すべて討ち取られたと。無念にございます。他に城はないのか。これより東は正木が支配する地ゆえ、どこも危険にございます。ここまでか。犬掛の地で散ることになろうとはな。殿、まだにございます。まだ諦めてはなりませぬぞ。西からは追っ手が迫っており、南も北条に落ちた。この後に及んで何ができると申すのじゃ。マリアツ武田家を頼るのです。助官にか。はい、すでに北条が阿波に侵攻していることは耳に入っておりましょう。必ずや我らを庇護していただけます。わしがあの助官に情けを受けようじゃと。今はそれしか手がございません。マリアツ様、そしてお弓久保様にも助力を得て再び阿波を取り戻しましょうぞ。わかった。して
ここからカズ様で逃げる道はあるのか。どの街道も封鎖されておりましょう。山の中をひたすら北に向かうことになります。やはりそうなるか。仕方ない、マゴロク、案内を頼む。はは。こうして逃げ場を失った里見義豊はアーの国を捨て、カズサのマリアス酒だけを頼り落ちていった。数日後、勝山城に入った里見義高、北条為政、北条長綱にもその知らせが入った。為政様、長綱様、まこと援軍かたじけない。北条軍のおかげで憎き義豊を阿から追放することができました。うむ、これでしばらくは義豊もおとなしくなりましょう。されど義豊が存命である限り、義高殿が里見家の当主となれません。ああ、必ずや義豊を討ち、父の無念を晴らす。そして新たな里見家をわしが築き上げる。その意気です。はい、この勢いのまま数さえ進行し、冬までにはマリアツを滅ぼしましょう。さすれば義豊の首も。そのことですが、主宇治綱から命が入り、当家の軍は一旦相模や武蔵に戻ることになりました。何故に。扇ヶ谷が動き出したからにございます。扇ヶ谷が動いたとなれば、その後ろ盾の山の内、そして甲斐の武田も動き出す恐れがあり、それに備えるため主力を本国へ戻すことに。そうでしたか。北条家は領土も広い、多くの敵対大名と接しておりますから仕方ございませんな。相すみません。義高殿は正木殿と共に国をまとめることを第一にお考えください。そういたします。あの気象の里見義豊です。必ずや阿波を取り戻しにやってきましょう。その時こそ首を取る絶好の好機、当家も援軍に向かいまするゆえ知らせを頼みまするぞ。承知しましたぞ。その頃、命からがら上総に入った里見義豊はマリアツ城で武田助官と会った。助官殿、いや助官様、わしを助けてくだされ。ゲホゲホ、話は伺っておるぞ。久保様を北条が阿波に侵攻したことをひどく嘆いておられた。やはりか。このままでは久保様に合わす顔がない。義高を討ち、必ずや阿波を取り戻す。それゆえわしに力を貸してくれぬか。見ての通り、ゲホゲホ、わし自ら戦場に赴くことはできぬが、城くらいは用意しよう。阿波の長さ軍にほど近い大戸城に入られよ。そこを反抗の拠点にしなされ。おう、城をくれるのか。やるのではない、ゲホゲホ。阿波を取り戻すまで一時貸し与えるまでぞ。何でもよい、恩に切るぞ。こうして稲村の変と呼ばれる里見家内の内乱は、当主里見義豊がいとこの里見義高と北条軍に阿波を追い出された形で一旦の収束となった。しかし阿波の地を取り戻したい里見義豊は大戸城で粛々と支度を進め、好機を待ち続けた。年が変わった天文3年1534年3月、ついに里見義豊は兵を挙げた。大戸城を出た義豊は勝浦城に入り、軍船を調達すると阿波へ向け出航。この時義豊に従う兵はおよそ300、数こそ少ないが少数だからこその機動力を駆使し、阿波の国浅井郡の浜に上陸すると、鴨坂を越え元居城稲村城に攻め込んだ。ははは、やつら、わしが上総におるで北にばかり目を向けておったわい。殿、城に詰めている勝山や宮本らは降伏し、城を明け渡すと申しておりますぞ。よしよし、勝山も宮本も元はわしの家臣、その者らを城に入れておるとは義高も脇が甘いの。ならば城に入ろうぞ。はは。こうして里見義豊は戦わずして古巣稲村城を得た。これを知った正木徳重は急ぎ里見義高のいる金谷城に向かった。やっと来たか、義豊。急ぎ北条様に知らせねば。うむ、確か宇治綱様は江戸におられるのであったな。上杉やお弓久保に睨みを聞かせておるゆえ動けまい。やはりここは玉縄城の長綱様であろうな。よし、では御頭長綱様に急ぎ使いを出しまする。頼んだ。正木の出した使いは翌日には北条長綱のいる玉縄城に入った。ほう、やはり稲村城を最初に攻めてきたのですな。はい、主正木と岸出川は北条軍と共に今度こそ義豊の首を取りたいと。うむ、分かっておる。すぐに向かうと時重殿、そして義高殿にもお伝えくだされ。くれぐれも当家の水軍が阿波に入るまでは動いてはならぬと。承知いたしました。おじ上、こたびも当家の総力をもって進攻と。いや、マリアツの庇護下におる里見義豊が動いたのじゃ。お弓久保や両上杉と示し合わせで動いてくることも考えられる。品川水軍は使えぬと。その通り、品川水軍だけではないぞ。この増形城の大道寺、小机城の笠原の江戸の御詰めゆえ厳しい。甲斐の武田が動くことも考えられる。小田原の松田や伊豆二田山のためも動員できぬ。となると蒲縄州に三浦州、あとは横浜水軍くらいでしょうか。そうなりますな。こたびは義豊を討ち取ることが目的の出兵となります。
ゆえに、ダメマサ殿は玉縄の地に残っておくのです。共に行けぬと。昨年のようには参りません。危ない戦ともなりましょうゆえ。そうか、もしや、俺も留守じゃ。綱重か。そなたは彦次郎殿に似て、おっちょこちょいなところがある。どうしようかの。彦次と一緒にされては困ります。言いつけ通り、鶴岡八幡宮再建の手伝いもしっかりこなしております。うむうむ。そのせいか、夢に八幡の神が現れ、そなたは神の血を引くものぞ、と言ってもくれた。ははは、菩薩様が夢に現れたか。誠だ、一度や二度ではないぞ。そなたが直流であるとでも。ああ、そうだ。俺は八幡の神の直流、すなわち直八幡なのだ。八幡の神は武の神様、武神ですぞ。俺を連れて行かぬということは、神を冒涜することと同じ。わかった、わかった。そこまで言うなら、綱重、先陣を任せるぞ。やったぜ。先陣だな、任せておけ。直八幡、綱重、見事一番槍を上げてみせようぞ。ははは。あやつ、早死にするな。そなたか、そなたも連れて行くゆえ、綱重が勝手に動かぬよう、頼むぞ。面倒な役ですが、拙者しかおりますまい。承知いたしました。よし、では皆の者。これより、里見義高殿の援軍要請により、再び、阿波に入る。鶴岡八幡宮を焼いた大悪党、里見義豊の首を挙げるまでは、相模に戻れぬと思え。よいな。出港は明日とする。各自、すぐに支度に入ってくれ。里見義高から援軍要請を受けた北条長綱は、玉縄衆を主力とした2000ほどの兵を整え、玉縄城を出ると、江ノ島と住吉の両港から船で阿波に向かった。そして勝山港で上陸を済ませると、金谷城を出陣していた里見義高隊船と合流した。北条長綱様、こたびも援軍かたじけない。何の、里見義豊は当家にとっても憎き相手。共に力を合わせ、義豊を討ち取りましょうぞ。なんと心強いお言葉。して、今の状況は。はい、こちらの絵図にて。この稲村城に入った義豊は、周辺豪族らの調略に取り掛かっておるところかと、危惧される真利奴の動きですが、当主、武田助官の体調が悪化したためか、義豊に合わせ挙兵する動きは見せておりません。こちらの軍ですが、我らが今この勝山城です。正木殿は、間もなく山の城を出発し、西へ進軍する手はずになっております。こちらと敵の数はいかほどになろうか。こちらは正木隊を含め3000ほどになるかと。敵はどの程度の豪族を取り込めるかにもよりましょうが、稲村城が元居城でもありますので2000ほどになるやも。その数で籠城されてはまずいですな。さようかと。今一度絵図を。このジャバミ城とはどなたの城で。ここは昔作られた城で、今は山賊らの寝床になっていると聞きます。うむ、ここで正木隊と合流し、里見義豊をおびき寄せましょう。北条軍と合わせるとこちらは4000を超えます。出てきますでしょうや。策はございますゆえ。お任せいたします。ではジャバミ城まで案内いたします。頼みます。小太郎殿、すっぱに殿をつけるのはやめてくれ。そうであったな。小太郎、例の件早速動いてくれ。よい。こうして里見義高、北条長綱の両部隊はジャバミ城に向かった。間もなくして北条隊が阿波に入ったことが伝わった山の城の正木時重も1000ほどの兵を引き西へ向かった。ジャバミ城で両軍が集結しつつある知らせは稲村城の里見義豊にも続々と入っていた。またも北条か。拙者も耳にしました。されどどうも報酬の件で揉めているとの噂も。揉めておるじゃと。はい、どうも北阿波の領土を一部北条のものとする援軍報酬の取り決めが守られていないことで北条氏綱を怒らせてしまったらしいです。氏綱の弟である長綱が阿波へ入り調整するも、里見義高と正木時重とで意見が合わず衝突寸前と。はは、義高、誠は気が甘いの。北条の水軍が以前よりも少ないのはそのためか。おそらく。殿、北条の忍びが面会を求めて城まで来ておりますが。北条の忍びじゃと。これは朗報やもしれませぬぞ。うむ、会ってやろう。ここへ通せ。はは。義豊だな。うわ、上から来るのか。焦るではないか。北条長綱からの極秘の書状を持ってきた。読むか。ああ、読んでやろう。よこせ。里見家当主、里見義豊様、箱根権現別当であり北条氏綱が弟北条長綱と申します。当家は昨年里見義高殿の要請により阿波へ兵を送りました。それは北阿波の領土を一部北条のものとする役があったからにござれば。されど義豊様を阿波から追いやったにもかかわらず、一向に領土提供はなく、こともあろうことか義豊様を再び稲村城に招き入れたというではありませんか。このことに当家主氏綱は激怒しております。こうなったは軍官である私の責任でもあります。なんとかせねばと急ぎ阿波に入った次第。そこで義豊様に提案でございます。当家としては義豊様であろうと義高殿であろうと、どちらが当主でも構わないのです。約束の領土をいただけるのであれば義豊様のお味方にもなりましょう。
義豊様にご出馬いただき、蛇神城へ向け進軍下され、犬掛けあたりで交戦となりましょうから、頃合いを見て当家が義高隊に攻めかかります。さすれば一度に義高殿、そして正木と岸家殿も撃てましょう。返答はどうする？まあ待て、即答はできぬ。ならば疑っておると返答しておく。まあ待て、すぐに出陣はできぬということ。ある程度兵が集まり次第向かうと伝えてくれ。わかった、そう伝えておこう。北条の計り事であればどうします？ならば犬掛けで睨み合いが続くまでのこと、北条がこちら側に寝返るまで静観しておけばよい。そうですな。誠であれば義高と岸家を一度に撃てる好機じゃ。そして阿波はわしの支配下となろうぞ。ははは、まごろく急ぎ兵を集めよ。はは。北条と里見義高が不仲との噂を流したのは無論小太郎である。北条長綱の計り事によって稲村城を出立した里見義豊の隊2000はゆっくり北上し、犬掛けの手前まで進軍した。それを知った北条長綱、里見義高、正木時重の隊も南下し、犬掛け手前で布陣。両軍は江栗川を挟んで対峙した。あの西の丘に布陣したのが北条軍だな。そのようです。強撃するにはもってこいの陣地にございますな。うむうむ、ならば北条の寝返りを楽しみに待つか。と、との、西です。西の森から敵襲です。西だと。西に回り込んでいた歩兵のようです。左翼隊が当たっておりますが数が全くつかめず。混乱してはならぬ、矢で王先生よ。はは。北条長綱の指示で先に西の森に潜んでいた北条別動隊が里見義長の隊の左翼に奇襲したことで、犬掛けの戦いは始まった。奇襲は成功したみたいだな。よし、我らの出番だ。正木殿、行くぞ。ああ、武者震いがするぞ。ははは、この合戦、次期八幡の俺がいるのだ。負けはない。勝ったも当然ぞ。すごい自信だな。よっしゃ、行くぜ。俺に続け。いよいよ先方の北条綱重隊、正木徳重隊が里見義豊隊に向け前進した。それを追うように後方に布陣する北条綱高隊も江栗川を渡り、両軍は衝突した。おーや、うぐっ、もう一発、おや、うぐっ。俺は次期八幡神の子北条綱重だ。この首欲しい奴は語ってきやがるってんだ。バカ野郎、後ろもちゃんと見ておれ。見ておったわ。今倒そうと思ったところ。お主はぐっちゃべってる時に隙が多い。うっせいな。だな、お先。何がお先だ、俺が先方だ。先に行くな。勝山隼人様、王の力之助様、お討ち死に。くっそ、北条はまだ開きなんのか。と、この右翼隊は総崩れを起こしました。間もなく北条先方隊は本陣にやってきます。裏切る気など全くないではないか。北条長綱、わしをたばかりおって。とにかく稲村城まで撤退を、今なら間に合います。くそ、これで撤退は何度目なんだよ。撤退じゃ、全軍稲村まで撤退せよ。敵に逃げられまするぞ。あの者は逃げ足は速いですからな。これでは首が打てません。ご安心なさいませ。2000いた敵軍もこの敗戦で多くは義高殿に下ってきましょう。義豊のいよいよ終わりを悟る時です。では稲村城攻めに。いかにも義高殿追い打ちの名誉。そうですな。よし、皆の者、白兵戦が我らの勝利じゃ。ようやったぞ。次はいよいよ義豊を仕留めに稲村城へ向かう。道中は逆らう者のみ切り捨てよう。全軍稲村城に向け進め。野戦に勝利した里見義高、北条長綱の本隊もいよいよ南下を始めた。我先にと馬を走らせ城へ撤退した里見義豊は牢城の支度に入るも、城に戻った者は200もいないほどであった。まごろく門は閉ざしたな。はい。されどどうした。何者かによりすべての門の貫きが壊されており、今からでは修繕も間に合わぬかと。なんとして城に戻った兵はどれだけおり。200もおりません。とにかく久保様と成り奴に援軍要請の使者を頼む。ははその日の夕方頃、里見義高は城から北西に700メートルほどの狐塚と呼ばれる地に本陣を置き、正木徳重隊、北条綱高隊、北条綱重隊は城の包囲を開始した。そして日が暮れた頃、突如城から里見義豊は撃って出た。この城ではダメだ、上総まで逃げるぞ。手薄な敵陣を突破せよ。何、この陣に向かって城から撃って出てきたかと。はっ、その数100ほど。ほほう、野衆か。ここを次期八幡の陣と知っての狼藉なら、その男気褒めてやろうぞ。わしが直に相手してやる。動ける者は俺に続け。里見義雄は城を捨て敵陣を突破し、上総まで落ち延びるつもりであった。しかし選んだ敵陣が悪かった。町が野襲しに来たのであろう。なぜ戦わぬ。どけ。
お前、もしや義豊では。だからなんじゃ。認めたな。よし、その首、次期八幡、綱重様がいただいたぜ、おや。殿、ここはまごろくが引き受けました。誰ぞ、負傷した殿を城までお連れせよ。てめえ。明日にはすべて片がつく。今宵だけは、見逃してやってくれ。見逃せだと。野襲を仕掛けたのはそっちであろうが。野襲ではない、城から逃げ出したのです。それを止めに、拙者がここへ来たのだ。そんな下手な言い訳が、俺に通用すると思ったか。そなたは、武神の血を引く者じゃそうだな。それがなんだ。誠に血を引く者ではござらんな。なんだと。武神の末裔であれば、拙者が申したことを、下手な言い訳だと申すはずがない。なぜなら、一つも嘘をついておらぬでな。皆の者、聞いてくれ。ここにおられる方は、次期八幡だとか申しておるが、それは真っ赤な。まあまあまあ、待たれよ。マグロクとか申したが、そなたの申すことを認めよう。城に戻り、主の傷の手当てをなされるがよい。かたじけない。では、さらば。いや、武神も辛いな。はは。こうして、夜逃げに失敗し、さらに深手を負うことになった、里見義豊は、次の日の早朝。殿、痛みまするか。ああ、この傷では、もう、刀を持つこともうまく乗ることもできぬ。この城への総攻めは間もなくであろう。その前に腹を切る。殿。マゴロフ、ここまで、ようわしに仕えてくれた。礼を申すぞ。はは。追い腹は許さぬ。そなたは降伏し、里見家の行く末を見守るのじゃ。それはできませぬ。まあ、勝手にせよ。敵に、わしの首だけは渡すでないぞ。はは。解釈を頼む。はは。これも、鶴岡八幡宮を焼いてしまった者の定めであろう。仏に詫びに参るぞ。殿、見事にございますぞ。殿の首は、敵に奪われぬよう、埋めるのじゃ。さあ、守る者は、もう何もない。心ゆくまで戦い散ろうぞ。里見義隆、北条長綱、見ておけ。これが、里見家本流武士の死に様と、かかる絵。里見義隆の切腹を見届けた、鎌田孫六田城兵は、討ち死に覚悟で北門から飛び出すと、正木と岸重の陣に突撃した。来たが、者ども、無事につけ。奴らは、潮も厭わぬものにえ、同族の情は捨てるのじゃ。弓隊、構えよ。放て。あの捨て身の敵軍の動きからするに、傷を負った義豊は、もはやこの城に、いやこの世におらぬやもしれぬな。長綱様、胴体は正木隊の援護に向かいまする。あの者らは死を恐れておりません。くれぐれも気をつけてください。承知しました。北条軍は城に攻め入る。必ずや里見義豊を探し出せ。すでに切腹し果てておるやもしれぬ。首がなくば井戸や床下、不審な森土など徹底的に調べるのじゃ。よし、ホラガイを鳴らせ。城攻めを始めよ。里見正木の隊は城から撃って出てきた兵と交戦し、北条隊は城攻めを開始した。すべての兵が撃って出てきたため、もぬけの殻となっていた稲村城の占拠はあっという間に終わり、里見義豊の捜索が始まった。おい、誰一人敵がいないではないか。当たり前だ、すべて撃って出たのだからな。じゃ、俺の仕事がないじゃねえか。お主の蹴りつけた刀傷で義豊は動けないはずだ。その義豊を探すのが我らの務めだ。綱高様、義豊の亡骸を発見。首は解釈されており見当たりません。やはりか。とにかく探せ。この城のどこかに必ずある。綱重も探すのを手伝え。へいへい。その頃、城から撃って出た鎌田孫六段はまだまだだ、かかってこい。へい。まだまだ、はは。ここまでか。なればお前らを道連れに死ぬまでよ。おりゃ。孫六は刺してきた足軽ら数名を抱きかかえたまま川に飛び込み、この世を去った。それ以外の城兵も半時のうちに全て討ち取られ、稲村の変から始まった里見家の一連の騒動は幕を閉じた。長綱様、里見義豊の首が見つかりましたぞ。本晴屋敷の床下に埋めてありました。おお、よう見つけた。義高殿、この首は義豊に間違いございませんな。ああ、間違いない。北条の方々、誠礼を申します。何の何の、されど難儀なのはこれからでございましょう。そうであるな。これで里見家は嫡流が途絶えたことになります。諸流である義高殿が当主となられることに抵抗する国衆も多くおりましょう。そもそも父がそれをなそうとしておったこと、ゆえにそれがしもこれが宿命と思い、苦行に向き合わねばと誓ったところにございます。家督の継承については兄に頼み、朝廷や幕府に働きかけておきましょう。何から何までかたじけない。当家としては海を挟んだ隣国の里見家が味方となれば、それ以上のことは望みません。何かありましたらまた当家を頼ってくだされ。うむ。義高様、すべて片付きましたぞ。よし、みんな聞いてくれ。鶴岡八幡宮を焼き、さらにはわしの父実隆、そして正木道綱を殺めた大悪党里見義豊を我らは討ち取った。北条長綱様を筆頭とする北条の方々、
そしてわしに国していただいた国衆の皆々に心より礼を申すぞ。所流であるわしがこの里見家を継ぐことに各地で抵抗もあろうが、その者らとわしは粘り強く語り合っていくつもりじゃ。それゆえどうかあは里見家を末永く頼むぞ。最後に申す、武家に生まれたがゆえの定めではあるが、本音を申せばあがの同志と戦いたくはなかった。されど過去を振り返っても仕方なきこと。生き残った我らが今できることは、この地で散った里見の勇士らを称えることぞ。声高らかに頼む。ガチドキをあげよう。北条氏綱は小悪坊と手を組んだことで、いずれ訪れるであろう及三久坊との決戦に備えるべく、及三久坊の傘下豪族里見家を切り崩す策に出た。綱重から全権限を託された弟北条長綱、そして豪将北条綱高、綱重の活躍によりその策は成功し、里見義隆が家督を継いだ里見家は北条に組みする大名となった。このことに誰よりも危機感を抱いたのは、無論及三久坊足利義昭であった。里見が抜け、さらに上総の毬康武田助官も体調が悪化し、内紛の兆しを見せている。暴走をめぐる諸大名の駆け引きは今しばらく続くことになる。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで、合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない、そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。